選手が国民投票にに反対対すすす。るるポスターをを貼って、て出場権への影響に対する懸念を示しています台湾名義での東京オリンピック参加の是非を問う国民投票が行われる前国際オリンピック委員会は3党も所管を送り中華オリンピック委員会の主席と体育所の所長に台湾名義で参加する場合出場権の剥達または除名の恐れがあることを知らせました。 しかし、台湾名義支持派は出場権が剥奪されても選手の権益に影響しないと主張しています。それに対して、中華オリンピック委員会の幹部職員は、出場権を獲得した選手が出場できるかどうかは、国際競技連盟と国際オリンピック委員会の認可が必要だと反論しました。国民投票の結果と今後の展開に目が離せません。